ですね、今日はですね、HTV の31のですね、バッテリー交換をですねやってみたいと思っています。これ結構ですね、情報少なくて非常にちょっといろいろ準備するまでに頑張ったんですけども、まずバッテリーが来てですね、調べて何とかできそうな感じになりましたので、やってみたいと思います。まずお決まりでですね、この、トレイをまず見てみます。決まりです。トレイ抜き、まずトレイですね、で、ですね、どうもですね、この機種は、ここに隠しネジがあるっぽいので、まあ、そこからまず、取っていきます。ここだ、これドライヤーとかあるかな、これな、届かないか、ドライヤー届くかな、これはちょっとドライヤーとかあるかな、やばいやばい、いろいろ取った、あら、はい、今ちょっとドライヤーのあれが下行っちゃった。まあ、準備ドライヤーの先のあれがちょっとどこ落ちちゃって、どこ行った、行方不明、このとこ行った、あれどこに落ちた、今、あら、またちょっと同じことを2回するんですね。置いといて、どの場所なのかな、見えねえ、どうしよう、止まっちゃうもん、マジなんだけど、軽くちょっと頭いいかな、ドライヤーで十分だと思います。ヒートガンとか使っちゃうとですね、下手すると溶けちゃったりするんで。まあ、ネジ外さなくても最初にバックアップ外れると思うんですけども、一応、先にやっていきます。
なかなかですね、これ情報がなくてですね、ほぼ皆無でしたね、これね。で、とりあえず、あの、まあ、どのバッテリーが合うか分からなくてですね、まあ、そこでまず一つ質問ついたんですけども、あの、価格ドットコムですね、あそこあんまりこう、やめた情報ないんですけども、基本的に。たまたまですね、あそこであのバッテリーについて書いてくれた人がいらっしゃって、ですね、まあ、その、あれ、今日みたいに消されてましたけど、そこで一応バッテリー、そこである程度ちょっとこういう風にあるんだよっていうのを、まあ、ざっくとですけど、やって、あの書いてくれたんで、まあ、できるなと思ってしたんですけども、今日改めてですね、検索いろいろしていました。そしたらですね、あの、まあ、これもともと au 版なんですけども、あのグローバルモデルがですね、バタフライ3っていうのが、アジアの方でグローバルモデルとして出てるんで、そちらの方で、まあ、検索すればいけるかなと思ったんですけど、これがまた情報がなくてですね、あの M9 だっけ、 M9 とか、そのもう一個なんだっけ、なんとかってやつ、この前と後の方はあるんだけど、この方だけなんか情報ないんですよ。でもあの液晶とかは結構売られてるんで、まあ、結構あの修理されてる方多いと思うんですけども、なぜかですね情報が取れなくてですね、まあもうダメ元でもうなんかもうガガガってもう検索したら、たまたまですね、中国かなの方がですね、あの、まあ、簡単なちょっとやり方を書いてくれてる方がいて、まあまあ、それちゃんと、まあ、あのざくっと見ただけなんですけども、まあ、つまずいたらそれを参考させていただこうと思います。そうかな、それもそんなあの詳細なあれじゃないんであの動画とかはなかったんですね、あの文面と写真であっただけだったので、あ、気づいちゃったのしょうがないが、でもこういうのは。手変わってますけどね、このあの今下 の, このベゼルっていうんですか、なんてベゼルっていうのかな、ここに隠し口があるらしいので、ここから外していきます。まずなんかあんまり気をつけたくないでしょうがないか、ちょっと挟むかな、これね、あんまり無理にやるとパキッて割れちゃう可能性があるので、多分シールで貼ってあるだけだと、うわーまた戻っちゃった、多分シールで貼ってシールっていうかテープで貼ってあるだけだと思うんで、まあ、詳しくしてくるんだけど、いつもやりながらこういう工具を出したりやってるんだけど、ほんと効率悪いというかですね、行き当たりばったりするとちょっと嫌なんですけど、それでいいか、
あ、やばい、なんか。感じです。結構しっかりついてますね、テープでね。こんな感じでついてますんで、結構全面ついてますね。あ、なんか厚い、結構ですね、なんか厚いやつでついてますね、これね。ここにスピーカーがあって、両面テープっていうのも結構厚いやつでついてるんで、まあいいや、上の方ですね、この、あとこれ、そんな温めなくてもいいのかな、なんか。そんな粘着が強いってことでもない、ないそう、まさしくですね。あ、やっぱ、あ、思いっきりついちゃった。ああ。なんか同じノリでいけると思うんですけど、ちょっとこっちの方がしっかり入ってる感じがするな。ああ、なんかこれ、しょうがない。これ、そもそも分解するような構造にできるわけじゃないので。消去というのはしょうがないと。あ、開けばいいのか、これを。フレーム開く、違うか。お、危ない、危ない危ない。カッターが気をつけないと。これグッと入れるしかないか、カッターを。気をつけてください、皆さん。カッターじゃないとちょっとこれ入らないですけど、多分ね。上げて、もう買ったこれでやめるか。危ないよ、前ちょっと近づきます。あまりグイッてやると割れちゃいますから。多分同じようなノリでいけると思います。これは無理だと割れそうだな。ほぼ同じような感じですよね。なんか程度が独特だな、ちょっとこれ。で、ドライバー、これトルクスですね、ドライバー。トルクス何番だろう。まあ、何番だろうと、そんなたくさん種類なんですけど、5番で、あれかね。外していきます。5番で。あら、5番無理？あ、ギリ。6番のがいいかもしれないですね。ちょっと5番だとギリギリですもんね。トルクスドライバーです。今5番でちょっと軽くやったら、ささっと空回りした感じになってくる。グッと押し込んだらなんとか5番でいけるんで、多分6番がいいのかもしれないです。なんとなく、感触からすると。字が違ったな。トルクスドライバーです。こちらも5番使ってますけど、なんか6番の良そうな感じがしますよ。これ4番で無理だもん。あ、でもダメかな、これ。あれダメかこれ。大丈夫か、多分ね。6番、あ、これ防水慣れついてますね。防水のこのなんだっけ、シールっていうんですか、なんかこうなんかこうワッシャーみたいなのついてますんで、なくさないように。これって防水端末だっけな、これって。そうなのかな、これ。あの、あれが入ってるとパッキンみたいなのがついてますので、これなくさないように。割とこれ、あのゴムというよりもしっかりしたシリコンみたいな感じなんで、まあ、あのそのまま再生できるっていうか。よくゴムなんかでもぐちゃぐちゃになって一遍取ったらもう役目果たさないのがありますけど、これはなんか再利用できそうな感じの、結構しっかりしたやつなんですから、ね、これは一緒に取っちゃうかな。
多分これなくてもここは取れるとは思うんですけど、一応まあ先にやってきました。あとこっちをですね、どっからかな、適当なとこからちょっと入れて、まあ、多分このラインに入れてあげると多分後ろは取れるんだろうと思うんですけど、ちょっとはっきり分かりません。情報が少ないんで。水出しなんだこれがまた。これもなんか傷つくのを前提にしてやらないとあれですよね。無傷でやるの難しそうなちょっと材質というか構造というか。あ、大丈夫かな、ピックでいけるそうかな。これね、バックカバーにこうなんかあのケーブルがなんかついてるらしいんで、パカッと開けちゃうとケーブル切れちゃうっていう、確かなんかそういう注意があちこちになされてたんですね。ちょっとボタンあたり気をつけようかな。ちょっと一回軽くやってみて、ちょっと言う、あと一回入ると結構グッと入りますね。結構暑いかな、なんか。結構なこれあれかな、ペラペラかと思ったんですけど、結構ですねヘビーな感じのカバーかな。これ指紋認証ついてないの、指紋認証ついてるとこケーブル大体つながってますからね、開けた瞬間に切れちゃいますから気をつけて。あ、やばい、あ、やばい、あ、ここでいっちゃった。あ、やばい、このボタンのとこはあれがあるんで気をつけないと、ジルがあるんで。やべ、潰れてないかな、大丈夫か。あれか、防水のパッキンのあれがあるからちょっと硬くなってるんですかね。なんかネバネバした、なんかちょっとなんかちっちゃいみたいなのが見えます。ネバネバ、あ、そうケーブルが入ってますね。パカッと開けちゃうとケーブル切れちゃいますんで、ゆっくり開けましょう。だから粘着が入ってるんで、これ力つい入れちゃってですね、取れた瞬間バカッて開いちゃう、力の あれで反動で開いちゃうとですね、そこでケーブルがバチンといっちゃいそうなんで、ゆっくりゆっくり焦らずにちょっとゆっくりやりましょう。これはケーブルがこちら側にですね、ケーブルが今見えたんですけども、よし外れたけど、他にもあるかな。こっち側にありますね、両側にありますね、ケーブルが。これはちょっと上はないですけど、下の方に2本、3本か。これは失敗しそうだな、このやつすると。でこっち2本、こっち1本ありますので、気をつけて開けて、これ開けるのか、上げるのか、これちょっと、これケーブルどうやって外すの、これ外せるの、これところで、そもそもなんだこれ。ですね、ちょっとすごいこれやりにくい。中のきっちり接着剤と取っといて、とりあえずケーブルと区別をつけるためにちょっとこれ
接着剤ですね。で、一つはですね、この左下の1個、あれはコネクタで取れるそうなんで、ちょっと取っちゃいます、コネクタ。あ、違うコネクタだ、これ。違うやつだ。待ってんの、これ。これ、うわぁ、これ、こんなん無理だよ、こんなの。あ、確かこれネジ外さないと取れない構造です。すみません。あの、さっきネジなくても、ここは取れるんだなと思いましたけど、このネジで止まってますんで、これちょっと俺、別の日にしようかな、これ。ここにあるから、まずこの、多分これ、あ、通信のアンテナケーブルをですね、まずは、これ何これ。待って、ここにですね、見えますかね。ここにこう1本の通信ケーブルですね、まあ、LTE が Wi-Fi だと、これがこっちからこうつながってて、こっちはこっちでですね、フレッキケーブル1つとあのあれがつながってるんですけども、この隙間からちょっとなんかその取れるような構造に、あ、フレッキ2本入ってるわ。なるほどね。あ、さ、なんか前、見たことあるな、なんかネットで。要は、普通、そう、普通ですね、この、こちら側についてる USB モジュールが、こっちがついちゃってるんですよ。で、それを基板からこういってるんで、意味あるかな。どこのこう、あ、ピンセット。そうですね。いい見本があればいいんですけど、なんかないかな。いいや。まずは、この通信ケーブルをこのガイドから外してあげます。よし、これで OK かな。ガイドから外して、こちら側をどうすればいいんだ。これもガイドからすればいい、とりあえず。とりあえずガイドから外してあげて、ちょっと開きを大きくできるようにしておく。待って、大好きかな。これピンセット必須です、これね。この、これ、組み立てるときどうするの、組み立てるとき、これ。組み立てるとき大変だよ、これ。わぁ、これ、手出すのあったな、こんなもんに。これはちょっとですね。かなりすごい。とりあえず、この、通信のアンテナを、から、どうやってこれ作るって組み立てるの？どうやってんのこれ？無理かこれ。外してあげて、取れた。わざとこれなんかやってるんしか思えないぐらいな感じです。で、ちょっとネバネバしたあれがちょっとついてますけど、とりあえずこれで、あ、これとりあえずこうふわっとこういきます。これ今こうこの横にですね、見えますかね、ここの溝のところにずっと入ったんで、これをとりあえずピンセット外してあげました。こっちも同様ですね。組み立てると何だろうな。で、パカッと開けられないんで、この状態だと。どっちをどうしたらいいんだ、これ。こっち側を取るか。じゃあ、本体側をですね、ああ、何これ。本体。どっち取るかな、これ。わけわかんないよ、これ。この子だけ外したやつ。とりあえず、本体側をちょっとですね、外します。まずですね、本体側のこのプロテクターを外さないとちょっとなんかダメっぽいんで、これもトルクスですね。これはすごいわ。プロテクターを外します。これは
ちょっとすごい、あれなんだこれ、すごい構造になってこれ初めてだこんな構造。これがプロテクターのやつですね。で、プロテクターを外してあげて、OKOK、プロテクターを外してあげて、あとこっち側の、こっち側もそうですね、プロテクターをこう外してあげると、このアンテナが取れる構造なんで、こちらがプロテクター外します。これもトルクスドライバー5番でいけそうです。これもOK で、アンテナを取ります。 OK、 取れたで、こっちもアンテナを取ります。これで壊れたらシャレなんだな。アンテナを、あ、もう取れるか取れないかな、まあ、これちょっと、これ組み立てるの大変だ、これちょっと取れました、アンテナで、2つ上にこうコネクターがあるんで、これ見えますかね、この2つですね、これは取ります。これがつながってる、これ多分取れるかな。 OKOK、 これ取れました。これちょっと好奇心でこれ取ってみたいんですけど、ちょっとその辺取る暇もないんで、これちょっとなんかネバネバのどこに付いてるのか分かんないな、これこっちを取ってあげると、また組み立てるとき面倒だもんな。ちょっと喉変えた、やばい、喉変えてきた。あと、バッテリー、バッテリー結構楽に取れそうだ、これな。これでもバッテリー取れるのか、じゃあもうこれで、もしかするとバッテリー違ったこと話にならないんだけど、あ、なんかこれ、あもっとめんどくさいと思ったら、これ取れちゃえば取れる、バッテリーは割と簡単に交換できそうなノリですね、見た感じ。なんかいろいろついてるんですけど、あとバッテリーのこれ外して、これを上上げれば多分いいと、見えますかね、多分これ上に上げればいいと思うんで、ピンセットでこう、そうですね、上げればピッと上げ取れます。あとこれをバッテリーを取っちゃえば、あ、この下もフレーキケーブル入ってるんで、こう慎重に、あ、割とこの裏蓋取るとこだけちゃんとやってあげれば。ちなみにこれ番数が出て、多分ね、HTV31 バッテリーで多分ヒットすると思うんですけれども、バタフライ3でやっても多分の方がヒットしやすいかもしれないです。で、バッテリー型番がですね、なんだっけな、BO、B0 かな、 BO か B0 か、 PL2100 ですね。これですね、この型番ですね、あ、見えますか、この型番でやってあげると引っかかります。まあ、3500mAh になってますけど、多分そんなになんていうか、まあ、互換品なんで質は悪いと思いますけど、とりあえず、どれが確かなバッテリーは、これじゃねえ、どれがいいか、これで、金属あんまり使いたくないんだよな、ケーブル傷めちゃうから、なんか。なんかね、見ながらやらないと、どこに何があるか分かんないから、ちょっと開いたらこれの方がいいです、プラスチックの方がいいですね。これはあれですね、ピッてやるのがついてないですね。引っ張ってやるやつ、全本みたいに思ってやるんだよ、ちょっとうまくできそうかな、このミシッと音が嫌なんだよな、どっか壊れてる感じがして、あ、あれだ、例のあれだ、例のバッテリーリモーバー、これ
出番だ。あんま使わないでこれ。一番ちょっとケーブルがちょっと怖いんですけど、あ、ちょケーブル一応カバーしてあるかな、一応。あ、このミストってやなんだろうな。よし、取れ取れた、オッケーオッケー。で、オッケーです。こんな感じで割とあ、そんなにくっついてないですね。こんな感じになってます。見えますでしょうか。で、横だけですね、テープくっついてんの。そんなに強いテープじゃないみたいなんで、で横フレーキューブルここ入ってるんで、別にフレーキューブ触らないように横だけこうですね、横の方だけ、多分傷を止めるかな、傷のヘラでも横の方だけ取ってあげれば取れる構造になってますので、あとこれなんかもしかしたらね、個体差あるかもしれないですからねまあとりあえず私の俺はこんな感じになってます。あ、同じだろうな。なんで一応この横の方だけ、なんかヘラでビビってやってあげれば多分取れるので、無理にこう中に押し込まなくても、あとこの上と下ですね、上と下はこう無理にこうやる必要全くなくて、上にはこうテープ入ってませんから、で無理に上下やっちゃうとケーブルをガチンってやっちゃいますので、うまくですねケーブル外してテープ貼ってあるので、割とこれ構造としてはいい構造ですね。なんかね、 OKOKOK でテープあれちゃんとまだ残っているんで、このままテープ活かします。でまあ、ちょっとついでにちょっとですね、ちょっとこれ、まあ、構造、ここにバイブがありますね。でカメラ2個と、これなんかタッチパネルかな、これ多分。でこれが、電源ボタン、ボリュームボタンの、ケーブルがここでコネクタが入ってまして、これは多分これはで充電の方ですね、充電の多分わかんないけど、多分そう充電のあれかな、電気のやつで、これが多分パネルの映像のあれかな、違うかもしれないけど、わかんない。基板外すときは多分ネジをこういろいろですね、ネジ1個立ってない、いろんなケーブル外してないと基板取るのが難しそうですね。まあ、一応こんな感じ、一応ですね、あんまりこう情報ないで、まあ、せっかくバラ先回にこうちょっと映しておきましょう。こんな感じになってます。映ってますよかな、角度難しいなこれな。こんな感じになってます。一応ね、他の修理する方の参考にでもなればと思います。こんな感じになってますの でちなみに、さっき南儀さんのここにですね、ここに、あ、見えない、ここにそのアンテナがですね、こことここにアンテナをつけるところがあって、ここですね。でこれがその外したコネクタのところです。でこのままバッテリーを乗っけてあげます。パチッと乗る、パチッ、もう普通にパチッと乗りますね、うまく形的には。でコネクタをつけて、あれコネクタはちょっと、コネクタをつけてあげます。コネクタはもくつかない、あ、よかった、なんか割と。でこれに気づけないと、ここにここにアンテナですね、アンテナのモジュールがあって、これってちょっと力でポリッと割れちゃう折れちゃう構造になっているので、ここのここにアンテナですね、なんだっけ、 LTE とか多分 3G のアンテナ、ここにもありますね、1、2、3、4、5、これがですね、構造としてはなんかこう、なんていうんだ、例えがねえな。なんか、何もねえかな、ここですね、こんな感じになってるんで、なんでここにこう引っかかったパンってやっちゃうと、パリッとこう折れちゃったりしますから、例えばやっぱり気をつけないと、ちょっとした拍子に当たって割れちゃう、折れちゃうんで、まあ普段自分が使わないところの
周波数帯だったりんですけども、結構メインのところだったらきついんで、まあ、どこが何か分かんないですけど、ちょっと私には、うまく入んないで、コネクタ上から押し付ける感じで、ダメか、これじゃダメか、問題は組み立てだよな。ですね、組み立てがちょっとこれ難しいんだよな。あと下のこれがちょっとなんか変なビヨビヨなんか、この防水のが、防水のテープがどこにどう入ってるか分かんないんで、適当にこう収まりいいところにちょっと下げます。どうなってんのこれ、多分これね、このモジュールに沿ってついたのかな、これ。下がりだって言ってる。これからちょっと大変だな、この後は。とにかくこれ、この、これを、この、これにつける。まあ、とりあえず、まあ、一番あれの、この、コネクタをつけます、2本。つけた後に、メガネ変えないとダメだ、見えない、これも。で、これが見えるな。で、このアンテナをこれ入れますけれども、ちょっとこれすごい、ちょっと先にアンテナやった方がいいか、これちょっとコネクタ外しても先にアンテナやった方がいいですね、これね。ちょっとそのやりやすい感じがします。こっちのアンテナ先つけて、つけたあのそれぞれやりやすいやってください。まずこのアンテナをここに、こっちからやるか、いやこっちからやるとかいいか。なんだこれ、あ、なんだこれ、でも HTF の31なんて、あ、これがいいか。入った入った。で、今度はこっち側のアンテナをどうだっけ、これか、あ、こっち後でいいか。で、この今度はこのコネクタを、フレキのコネクタをどっちからでもいいかな、これつけてあげます。敷いて、よし、フリキのコネクタを、よし、ついた、 OK。 で、こっち側は外側に近いんでやりやすいですね。で、あ、その前、先これちょっとあれつけるかな、この時にこの状態で、これに取ったのか覚えてない、やべ、覚えてなかったわ。多分ここには通すなんか金具があるんで、あ、見えますかね、ちょっと私覚えてないんですけど、あのここにですね、なんかこうこのケーブルを通す金具っぽいのがあるので、多分これ通すのかな、これ見るの忘れた、ちょっとこれ多分なんかそういうケーブルに跡があるんで、多分そうでしょう。で、ここに入れといて引っ張って、上のなんだっけ、あのプロテクターを多分つけてあげるのかな、これプロテクターを、どっちだこれ、ケーブルをどっち側にすんだっけ、忘れちゃったこれも、あれケーブルの中だっけ忘れちゃったもん、やべ、どうだっけな、どっちがどうだっけ、中に入れなきゃ、これどうだっけ、忘れちゃいましたんで、あの分解するとき確認しといてください、ちゃんとあのこのアンテナをですね、どこにしまうかちょっと私分からなくなっちゃいました。今中のがいいのかな、中だなこれ多分な、違うか、中じゃダメか、外か、どっちだ、分からなくなっちゃった、これ
見ておきましょう、こういうところ。これでいいのか。先に、あ、そうか、先にこれやっちゃえばいいのかな。先にあのプロテクターをつけてあげて、それからあのアンテナを通してあげる、いいと思いました。またちゃんとあれ、これ外れてるか大丈夫かな。取れてのコネクターが外れてないかな。あれどうだね、じゃあ、あれネジとか当たった。ちょっと磁石が弱い、ちょっとこれ磁力が弱い。まずプロテクターを、はめておきます。これビデオだって見ながら見返せないんで、あの一応これ分解されるときに写真を撮ったらいいですね。なんかね、このこういう状態で撮って、まあ普通みんなやってるかもしれないんですけど、私たちやってなかったんで、で、まあ、通すの後でいいか。で、今度はこっち側の、アンテナをつけてあげます。ついたかな？あとついてない。その、壊れねえな、これ。大丈夫なの？場所違うのかもしれない。俺間違ってる場所。だこういう時なんかアンテナね、落ちちゃいそうなんですよね。なんか集中して。止まった？止まった。こういう時にね、なんかね、つい引っかけちゃいそうなんですよね、なんていうの。で、こっちのプロテクターが、確かプロテクターがあったんで、あれか、バッテリーコネクタを、あれするコネクタか、これプロテクターか。コネクターとこのアンテナをあれするコネクターですよね。コネクタープロテクターですね。じゃあ OK で、ネジをはめてあげます。よし、結構ちょっと本気にします。で、あとはこのアンテナをちゃんと通してあげて、あのガイドにですね、それで組めば OK。 はず、これがね、すごいあのなんかややこしい、ちょっとややこしいというか、くねくねちょっとしたガイドの差がないんで、ちょっとかなりこれが一番ちょっと面手間っていうか、一番これがあれなところですね。難しい、難易度はちょっと。側はこれで OK かな。これをまず通さないとですね、多分蓋がしま、あ、これちょっとこれ余裕持たせてやらないと切れちゃいそうですね。やばい、これしっかりはめないと蓋が閉まらなかったりしますから。で、これ切れちゃうとですね、あの通信、どっかの通信営業がありますので、こっち側ですね。すごい高速。台がない。これ入るつりよ。
ゃんと貝を落としてあげないと蓋がしっかり閉まらない可能性もありますので、これでいいかな。落とすのか。あ、そうか、これこっち側あれだな。この左の方がちょっとややこしいから左先って言われたかもしれないですね。何やってたと思うかもしれないですけども、本当これね、まあ、細かい作業になった、特にしたらいいかもしれないですけど、ちょっとこれね、本当ね、ちょっとこれ、元取りやるとすごいこれ、ちょっとこれな、どうやったんだこれ。適当にやっちゃうかな、これもなんか。って思いたくなるような。かなこれ中のガイドが悪くいくからそのが楽だ。俺ちょっとほらエクソンったら入りました落っちゃダメですよ。根拠をギャルができます。根気よく焦らずにやればできる多分。あれ、あ、今度は上がダメになっちゃった。今度は上の先通したところが外れちゃったもん。なんだこれ。じゃあ外れちゃってんやろ、もしかして大丈夫かな。全体上に上げてやればいいのか。そっかそっか、全体上に上げてあげればいいんだ。そして失礼やり方悪かった。全体を少し上に上げてあげると少し余裕が出るわけですね、これね。なるべく元の近い状態。ああ、またずれちゃった。
げろって言ってたけど、ケーブル、このアンプの屋の一番大変な作業ですね。このよし、入った。よし。いい感じになった。いい感じになった。オッケー、入ってた。こっち入った。で、こっちをもう一回チェックして、こっちが入っていれば、オッケー、オッケー。これでいけると思うんですけど、忘れてないな、みんな。これでパチッとはめてあげて、オッケー、よかったよかった、多分これで大丈夫でしょう。ああ喉が痛い、ちょっと待って、まず1時間でやりたい、ほぼ1時間、本当は時間にこうあれしてあげないんですけど、余裕がある時はなんていけないですけど、まあ、1時間でできるかなと思って、今日1時間時間取れたんだったんだけど、ほぼ1時間できそうです。問題なければこれで起動しなかったらまたもうおしまいなんで、別の日にやり直します。で、はあ、よかったよかった、まだ安心じゃ、安心の早いですけどね。なんか忘れてないよな、なんかコネクターどっか、ああれつけたっけ、俺コネクターつけたよな、外したやつ言ってつけたよね。つけたよ、なんか。ん？ちょっと心配できた。最初に俺これ外しとこうって外したコネクターがあったけど、多分つけたよね俺。今さら何をなんだけど。ちょっと多分大丈夫と思うんですけど、一回外すとね、こうやって二回目楽なんですよね、すごくね。あ、やべ、あ、あげちゃったから、あ、大丈夫か、大丈夫でしょうか、よかった、大丈夫でしょう。ドクターリーはね、1個外れると全然ごわごわしますんで、組み立てる前に再チェックしましょう。あとまたこうやってね、余計なことをしたのになりますって。 OK、 あ、よかった。昨日ちょっとですね、アルカテルのアイドル3のですね、ちょっと修理大失敗してかなりへこんでたんですけど、かなりもうなんかもう、なんていうんですか、テンションだだ下がれてですね、あれだったんですけど、結構これでもうちょっと持ち直しました、ちょっとこれ。これね、HEC の僕、端末って使ったことないんで、今まで、多分。ちょっとそれ、痛みでも、ちょっと楽しみなんですよね。はい、あったかな、まあね、HTC は多分ないよな、使ったっていうのは。
多分ないはずなんですよ、ね、これで充電がこのまま電源入るかな、もしかしたら。よし、本締め決めます。細かいチェックしませんけど、今日はとりあえず起動すれば、だけちょっと確認をします。これつくかな、これもう一回つかないかな、これ。多分両面テープもう一回つけましたらいいかもしれないですけど、まあとりあえず今日は形だけちょっと戻ればいいので。オッケー、ちょっと傷つきますけどね、残念ながら。しょうがないですね。大丈夫で、トレイをどちらこれこっちからトレイを入れる上で出来上がりました。で、入るかな電源、まだ入んないかな。おー、よかったよかった。ほとんどこれつなぎっぱなしないとできない状態だったんで、これで起動して、まあ、残量少ないと言いますけども、起動して普通に使えれば大成功です。これで起動してつなぎっぱなしないと使えないんだったら別のとこは故障しますんで、それはちょっと諦めるしかないのかな、分かんないぐらい。いい音だ。大丈夫か、起動してくれるかな、ちゃんと。オッケー、これで操作できれば67% 入ってますね。タッチもオッケー。指がちょっと頭か、タッチもほぼ胸大丈夫かな、全部ステータスが降りるね。 OKOK で履歴とホームボタンでバックキー、あれ聞きますね。でタッチもここと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 こと、あれカメラ起動しますね。映る、OK、カメラ映るから、大丈夫か、 OKOK、電源ボタンも一応スリープに行けない。で、音量ボタン、はい、ありがとうございました。よかったよかった、成功しました、ありがとうございます。参考になる、結構ね、これバッテリーがもうダメっていう端末がたくさんネットで売られてるんで、参考にしていただいて、このバッテリー切れの端末を、なんか出てる、パッキンのなんか接着剤出てきちゃった、はめるときにちょっと気をつけて、今さっきと適当にちょっとガチッとはめちゃったんで、きっちり仕上げたい人は ちゃんとこの防水の接着剤をきれいにこう揃えてるんだとこう できてるんで、なんか皆さんなんていうか参考になればいいかと思います。でバッテリーが、さっき言ったようにバッテリーがもうダメ、もう劣化してもうダメだっていうこの端末結構売られてるんで、ね、この機械にですね買ってちょっと、ね、こうやってやれば無事再生できます。ありがとうございました。